で、改めましてこんにちは。東三河鈴木政経塾が、はい、というのがありましてね、で鈴木会長に、まあ、大変お世話になっております名誉塾長ですね、お願いをしておるんですが、はいはい、まあ、そんな関係で、3月と9月6月のですね会が、まあ、中止になって、塾生の皆さんも非常に寂しい思いをされておると思うんですから、今日先ほど会長にお目にかかってですね、塾生に対して激励のビデオを、まあ、今撮らせていただきました。で、御社も今車作りの中でですね、特に、まあ、安全ということに対してはね、はい、非常に気を使って車作りをされておるというふうに、まあ、思いますもんですから、はい、この前も私私の乗ってる車が車検でしたね、はい、でハスラーをですね台車で、一番新しいハスラーを持ってきてもらった。すごいんですね、前も後ろも、きちっとしてるし、はい、スクリーンもですね、あれでこんなに、まあ、軽自動車でねこんなに素晴らしい設備が整ってるんだなと思って、まあ、本当に改めてですね感動した覚えがあるんですが、はい、まあ、そんな中でやっぱり現場で実際に安全というものに対して、力を入れてみる、まあ、技術担当のですね、はい、役員さんにぜひ、はい、お目にかかって、はい、ご苦労話を聞きたいなと思って5分か10分で結構ございますので、その一つよろしくお願いしたいと思いまして今日はどうもありがとうございます。おかげさまで軽自動車は、うんうん、そのたくさんの方にお使いいただいて、特にですね女性の方がお子さんを、うん、買い物や保育園幼稚園に送り迎えされるとか、うん、あるいは年配に少しなられた方が、うん、いろいろ普段の買い物とかですね近所のいろいろ連絡等で使いいただくということで、おかげさまで大変愛用いただくんですから、今言っていただいたようなですね装備もいろいろつけられるようになっております。まあそんな中で今やはりいろいろ車の安全っていうことだけじゃなくて生活自体の安心安全っていうことが大変皆さんご関心がありまして、でまあそんな中で車もですねかつては中に乗ってる人がなんか事故であいにくぶつかってしまったというような時に、うん、乗ってる人の身の安全を守るということでシートベルトだとか、はいはいはい、それからエアバッグ等が、うんうん、行われましたけども、そうですね、そうですね、聞きましたね、それが今ここ最近ですね、外走ってる方、あるいは自転車に乗ってる方、横断歩道を渡られてる方が、危害を与えてはいけない、あるいは、前に信号で止まっている車に後ろからこうドカンとやってしまってはですね、迷惑かけるということで、そういうことに関する安全装置ということが大変お客様も望まれますし、そういうのをこうつけるということで、ますます軽自動車も安心してもっと使っていただけるようになるので、例えば軽自動車で一番早く始まったものは、こう前の止まってる車についうっかり行ってしまって、うんうん、ゴツンとやってしまうので、ね、これもやはり防ごうじゃないかということで、ブレーキ関係ですね、うん、これをついうっかりに対してブレーキが働くようにしようということで、そこら辺が一番初めに始まりました。なるほど。それから時々、まあ、残念なことにニュースなんかで出ますけれども、コンビニ行かれてついコンビニの方に向かってブレーキの、まあ踏み間違いかどうか分かりませんけども、建物に向かって進んでしまってますね。でそうするとこれはそういう状態でアクセルを仮に強く踏んでもですね車が発進しないようにするというような装置をつけるとかですね、あるいは後ろに、お子さんがおられたり、うん、他の車がおられる時に、うん、ついつい、後ろに下がってしまったというようなことに対しても何とかならないかというお話がいろいろありまして、まあ、そこに対しても、カメラとか、超音波とか、いろいろなもので後ろを検知して、後ろへ
進んではダメですよと、はいはいね、いうようなことをですね、うん、いろいろつけるようになりました、うん、なるほどなるほど。で、例えば後ろにテレビカメラを、たくさんつける車が出てますが、うんうん、通常カメラでやるとですね、広い範囲を映すためにどうしても非常に高角度のカメラを使うんですから、はいはいはい、画像が歪みます。あ、はいはい、で初めのうちは、まあ、仕方がないんだよと言っていたんですが、うんうん、やはりそれではお客さんに不便、シールが良くないということで、なるべく現実的に見えるカメラを工夫しようじゃないかとか、あるいは車に前後ろあるいは横ぐらいをつけて、車の周り全体をですね、見えるようにしようじゃないかとか、まあそういうことでいろいろ人間の目では全部追い切れないのをそういうことで見えるようにするとかですね、いろいろ今広がりましております。で、あともう一つ今だんだん進んでいるのは、バイパスなんかでこう片側2車線を走ってる時に横に車がいるのを知らずに車線を変更しようとするとか、あるいはちょっと気を隣助手席に乗ってる方とお話に夢中になって知らずのうちに車線をこうずれて行きかけてるとかいうようなことも安心できないもんですから、そういうことも今だんだんやろうとしてますね。ところがですね、一つここで出てくるのはですね、車って実は運転した時に人間がやってる時はですね、非常に人間ってねこう優れてるんですね。で車の癖っていうのを意識しなくても、どなた様も車の癖っていうのを体が分かって加減しながら運転していて、ね、で実は車はそれぞれ少し性格というか非常に平たく言うと癖を持ってまして、なるほど、割合鋭く曲がる車とか、あ、なるほど、ちょっとね緩く曲がる車とかいろいろあります、でそういうのをこう今度機械でですね、今車線を変更してはダメですよってやるときに、これは車のその癖やなんかが非常に如実に現れてくるものですから、やはり人間というのはそういう意味はまだまだ非常に優れてるものですから、この機会にやらせようとすると、改めて自分たちが作った車がどんな性格を持ってる、癖を持ってるっていうのを踏まえてやると、とてもいい仕組みになっていって、そこまでやっぱりあれですか。それでつい最近も社内でですね、私ももうフルテンになってしまったのであれなんですが、よくあれですね、人は添うてみよう、はいはいはい、馬は乗ってみようってありますね、はいはいはい、だからその車も同じだと、運転してみようです、旗で馬見てても全然うまくならない、なるほど、馬はそれぞれ癖持ってるから、それはそうですね、それをこうよく乗ってみてね、なるほどお前はいいやつだなとかね、ちょっとお前癖あるけど、ということを分かってこういう安全装置もやるとですね、非常にお客さんに使いやすくなるんじゃないかというようなことでですね、まあそんなことでちょっといろいろやっておりますからね。もう本当に、まあ高速の、はい、まあ、進歩って言いますかね、冒頭申し上げましたように本当に一番新しいハスラーに乗せていただいてね、いやここまでそのまあ大変ご無礼ですけどね、軽自動車がここまでそのね対応してくれるんかなということでね、まあ、ある意味感動を受けておりましてね、今日は、限られた時間でしたけども、安全に対する御社のね、基本的な考え方を伺ったわけであります、でまあ、これぜひ、まあ、シリーズ化といいますかね、例えば次はですね、その無人運転、についてね、将来どんなふうになるかというようなところまでね、そういうところを聞かせていただけるとありがたいなと思いますが、そうです、今日はとりあえず、本当に突然ですね、はい、お邪魔させていただいて申し訳なかったんですが、塾生の皆さんもね、やっぱり、鈴木造さんとともに我々今勉強しとるもんですから、会社の方がどんなふうな技術的にですね、特に安全について考えてみるかっていうのは、知りたいところの一番の、まあ、ポイントだと思ったもんですから、
ご無理なお願いをして、いいえ、本当にありがとうございました。あの皆さんにたくさん愛用していただいてこそですね、はい、我々も乗ってるのが励みにもなりますし、開発するお金もいただけるもんですから、はい、そういう意味ではありがとうございます。どうもありがとうございました。塾生の皆さん、今日はあの鈴木自動車さんのですね、鈴木さんの、取締役技官さんであります、本田さんにですね、安全ということについてあのお伺いをしました。次回はあのどんなふうになるか分かりませんが、これからの車さらにどんなふうになっていくのかと、まあ、いうようなところもですね、機会があればまたあのお聞かせいただきたいなと、このように思っております。いずれにしてもあのコロナで大変だと思いますが、先ほど会長もですね、朝の来ない夜はないと、土砂降りの後は必ず晴天があるんだと、まあ、こういうことをおっしゃっておったわけでありますので、ぜひあの頑張っていただきたいと思います。今日本当に本田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。突然で申し訳ございません。